ソフィアン・ブファルはフランス・パリ出身のサッカー選手。サウサンプトン FC 所属。モロッコ代表。ポジションはミッドフィールダー。パリでモロッコ人の両親のもとに生まれた。アンジェ・ス c e o のユースチーム出身で優れた技術を持ち合わせていたが、遅くまで成長期を迎えていなかったため身長が低く不利な立場に立たされていた。しかし、身長が低いにもかかわらず、 幸いなことに、コーチたちは、ブファルを引き止めるために支援をしてくれていた。その後、B チームに昇格し、プロとなった。2012年8月、FC イストル戦で、トップチームデビューを果たした。2013年の夏に、クラブと3年契約を結んだ。2014から2015シーズンでは、前半戦のみだが、チームのリーグアン昇格に貢献した。 2014から15シーズンの前半戦の活躍を受け、2015年1月にロスクリールメトロポールへ移籍した。移籍初年度から16試合3得点を記録し、活躍を披露した。2015から16シーズンは公式戦35試合に出場して12ゴールを挙げる活躍を見せ、ビッグクラブからも関心を持たれた。2016年8月29日。 サウサンプトン FC に移籍した。2017年10月、WBA 戦に途中出場すると、自陣でボールを受けると、相手選手6人をかわして、ゴールを決め、このゴールは2017から18シーズンのプレミアリーグ最優秀ゴールに選ばれた。2018年7月20日、セルタデビンゴにレンタル移籍した。ありがとうございます。